皆さんこんにちは、エマです。今日は私のバッグの中身をお見せします。はい、ということでまずはカバンの紹介をいたします。じゃん。バッグはバレンシアガのバッグです。ここにミラー、ハートのミラー、映り込んじゃうかな、ハートのミラーがついてるのと、ここにね、ちっちゃいポーチがついていて、こんな感じのバッグなんですけど、はい、とっても使いやすいバッグです。バッグの中身に行く前に、まあ、バッグの中身なんですけど、今日はちょっとバッグがちっちゃくてパンパンに入れてるので、携帯は今日は手持ちで持ってます。ということでまずは携帯です。はい、 ER のロゴステッカーの今茶色を貼ってます。直張りしてます。でケースは最近はあんまりつけてないですね。つけてる時と気分によってバラバラなんですけど、今はつけてないです。まず携帯。はい、ということで早速カバンの中身を開けていきたいと思います。パンパンですよ。普段ね、カバン、バッグの中身結構ミニサイズのバッグが好きなんで、いつもパンパンになっちゃうんですけど、どうしようかな。じゃあまずはお財布からいこう。ちょっと、はい、まずはお財布です。じゃーん。ボッテガベネタのお財布です。ミニ財布、ブラウンの、確か名前がチョコレートブラウニー、ブラウニーだったかな、チョコレートブラウニーだったかなっていう名前のお財布です。もうこれは一目惚れして、表参道のボッテガのお店で、そう、一目惚れして買ったんですけど、すごい使い勝手が良くて、お札も折らずに入れれるので気に入ってます。はい、そしてどうしよう、何からしていこう。じゃあ、はい、またボッテガエアポッツプロです。のケースがボッテガを使ってます。これはね、ここにね、こういうね、紐がついてたんだけど、でこう首から下げれるみたいな感じだったんですけど、今ちょっとカバンの中身っていうことで、ここは取って、普段はこうやって使ってます。エアポッツプロ、すごいノイズキャンセリングになるやつです。はい、の白をゲットしました。これもすごい色迷って、たくさん色があったんですけど、ちょっとこれはシンプルに白にしてみました。そしてじゃん、化粧ポーチです。ER のこれは化粧ポーチ、巾着を使ってます。結構ね、たっぷり入ってるんですけど、この中身もじゃあ開けていこうかな。すごいいっぱいあるや、いい？行ってっていい？どんどん。じゃあまずはスティックファンデーション、これはセルボークのスティックファンデーションです。なんか外でちょっとコンシーラー代わりにちょっと直したいなって時に、ってバッグに入りやすいサイズなので気に入ってます。これちょっとなんかお直し用ですね。はい、でこれはバッグ立てていいかな、よいしょ。でこれは、ハイライトです。ヒンスのハイライト、番号がね、あ、番号はない、ライトっていう、ちょっとラメが入ってるタイプのやつですね。ちょっと分かりにくいかもなんですけど、ちょっとラメが入ってるやつ、これも外出先とかでこうちょっとピッピって塗って、ツヤが欲しいなって時に塗ったりしてます。はい、どんどん出てくるからどんどん行こう。でこれは、あ、ちょっと映り込んじゃうかな、いろいろ大丈夫。エレガンスの ラプードルオートニュアンス1フェイスパウダーです。これも外でちょっとこうテカリが気になってきた時とかにピピピってつけたりしてます。でしょ、まだまだあるんだから。でこれはちょっとアイライナー部門、アイライナーはウズのアイライナーのブラック、これは目尻とかにとかインラインを引くときにやってます。もうこれは絶対欠かせない、外出先、今日はちょっとこうやってポーチに入れてますけど、これだけ忍ばせていくときもあります。これマストです。でアイライナー部門だと、このディオールの 24H
のやつをこのアイライナーもあのこれをねこの目頭目頭の下にちょっと陰っぽく引いたりすることがあるので、これもあすごいいっぱい出ちゃった、これも持ち歩いてます。はい、アイライナー部門でしょ。そしてうーんと次ちょっといっぱいあるんだからね、これはリップ、リップたち、リップはだいたいいつも 2,3 本持ち歩いてるんですけど、これはヒンスの、ベアエッセンシャルかな、合ってるかなっていうカラーと、あとはシャネルの、ルージュアリュールインク224アーモニーっていうカラーと、あとはナーズの、ベルベットマットリップペンシル2496、はい、多分後で最後に詳しいのが出ると思うのでなんですけど、全部ちょっとね茶色っぽい色味、アッカリップっていうよりかはちょっと茶色だったり茶ベージュみたいな色味の、結構似た感じの色味のものを持ち歩いてます。あ、ちょっとやばい、ちょっとギリギリ削らないとそろそろっていう感じなんですけど、全体的にちょっと茶色っぽい茶ピンク茶赤みたいな色味の大体3本ぐらい持ち歩いてますね。まだまだいきますよ。あとははい、こちらリップクリームですね。ノンフィクションのリップクリーム、リップバームかな。これはまあ今マスク生活なので中にリップ塗ってない時とかはこれだけでリップクリーム塗ったりとかしてます。まだ色をつけたくない時とかですね、まあ、これ持ち歩いてます。これ見た目がすごい可愛くてパッケージが可愛いから持ってて気分が上がるのでバッグに忍ばせてます。はい、そしてで、あ、これだ、じゃん、これはビューラーなんですけど、私金属アレルギーなので普通の金属のビューラーができなくて、で撮影の時とか結構こういうプラスチックのビューラーを持ってるメイクさんが少ないのでいつも自分で持参していて、それですあの相棒的な、もうこれがないとちょっとメイク困るなっていう感じなんですけど、普段からいつも持ち歩いてます。そう、結構どこにでも割と売ってるんですけど、なんかもうこれに慣れちゃったんでこういうタイプのビューラーは今ちょっとあんまうまく扱えないですね。はい、これはこれもマストアイテムです。そしてあとこれだ、はい、あとこちらはウカのネイルオイルです。じゃん、名前がねピンキープロミスっていう香りなんですけど、あのなんかちょっと限定だったのかな、これはすごい香りが良くて、あとやっぱ普段いつもジェルネイルをしてるのでネイリストさんになるべくこうやってオイル塗ってねっていう風に言われてるんで、こうやってちょっと塗ってみたいなすごい香りがいいのでかなり癒されます。オイルを塗って自分自身も癒されてます。そしてそしてあとはあこれね、ハッカハッカ油、これは地元北海道の、名産なんですけど、北見という北海道のエリアの何なんだろう、ハッカの油、なんかすごいこうあちょっとすごいね、本当にスースーするの、あの夏とか暑い時とかに結構手とかにつけてこうやって首とかにやるとかなりスースーして、本当あほら鼻が通ったもん今っていうぐらいかなり強力なハッカの香りので、そして香りが良くて、私ハッカの香り大好きなんでこれは夏すごいマストアイテムですね。なんかお風呂とかにもやってお風呂がすごいいい香りになるのでやったりとかしてます。北海道に帰るたびに買って帰ってきてます。はい、ビジュアルもいいですね、なかなかストイックなビジュアルで気に入ってます。はい、とあとはこれハニーサニタイザー、リプティックの、ハンドウォッシュジェル、洗い流さないタイプというやつです。これは、まあ、今ちょっと外で除菌したいなって時とかにこう手につけて、こんな感じで見えないかな、あの
香りがね、これもすごく良くて、こうやって手につけたりして、いい香り。これもね、なんか気になった時とかに、外でアルコールがない時とか、ちょっと手気になるなって時は、これを持ち歩いてつけたりしてます。こんなちっちゃいバッグなのに入ってます。はい、これもマストアイテムですね。そして最後だこれは名前なんて言うんだろう、ハーバン、わかんないけど、コスメキッチンで買いましたボディーシートみたいな、汗かいた時だったりとか、まあなんかちょっと不快に体、なんか汗ばんでるなって時とかに拭く、ちょっとボディーシートみたいな、汗拭きシートみたいな感じなんですけど、コスメキッチンで売ってるものなんで、すごいナチュラルで香りも良くて、で私はこれレモンの香りなんですけど、あとレモンの他にもラベンダーだったりミントとかあって、結構いつもこれもまとめ買いしてカバンに忍ばせてます。はい、そんな感じです。これでダンです。全部のバッグの中身が終了しました。はい、参考になると嬉しいです。じゃあお次はりのちゃんへ行きます。バイバイ。